豚の旨味と結構ね醤油ダレにつけたものを出してこの中にね、そうですね、やっぱり竹を貸し切りご土地ラーメンをやりながらこの結構厳しいかなと思いまして、ちょっと 新商品を投入しまして、肉盛りラーメンをこの店でメニューとして入れさせていただきまして、でやっぱりラーメンって言ったら若い人に来ていただかないと、がっつりとお腹いっぱい食べてもらうように、そういう考えで肉盛りラーメンをしまして、で店の看板も一緒に買いまして、土肉麺にしました。豚の旨味と言ったら私の作った出汁、その中にもサバ節とサバ節、トビウオとかなどなど使ってます。結構ね醤油ダレにつけたものを出してこの中にね入れたりして30分炊いたりして、もう出しておいぼかす、今これぼかすした状態で、なるほど、朝一杯作って、まあ昼忙しかったから、まあ、一日この、まあ、これで 4,50 年分です。
これもうこぼれるのがもうちょっとメニューみたいな感じでもあるんですか。そうですね。うん、あのやっぱニンニクがね、いいですね。そうですね。うん。大統領っていうのは前のお店の、そこそこです、そこです。それでやっぱり、食べたいっていう人がいるから、まあ、大統領この近くないね。この近く大統領はね、昔20年前にあったけどね。あ、そうですよね。うん、そこ撤退してからもうなくて、あとも今中央町の門子あれぐらい、ね、はい、ありますね。でこの辺でうち以外は出されんからいろいろうちを抑えてるから。ああ、なる、いろいろあるわけですね。あるあるある。この醤油の店と結構量ありますね。いや、これ小籠包もあるね。小籠包と餃子。お酒飲むんです。撮影はほんまないんで。あ結構頼まれる方多いです。ちょこちょこ、うん、だけどね、あのこれ食べてからラーメン食べなくなっちゃう。確かにラーメンで来ないまあまあ、あのそれでもやっぱり来ていただける方が2階に行かないで最初これ食べて遊びに行ってまた踊ってな。美味しい、なんかありがとうございました。いや、これどうぞ。わざわざありがとうございます。すっごい、あの
大盛りにしようかなと思ったんですけど、はい、やっぱ波盛り入れても十分ですね。そうですね、あの波で十分です。じゃあまた何かあれば、はい、また連絡くれたら、はい、まあぜひぜひ、はい、あのいい情報があったら、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。